最早今後は感染対策と日常生活の両立に取り組む、菅首相官喚義偉首相は28日午後、衆院議員運営委員会で、医療体制の構築と感染防止、ワクチン接種の三本柱で対策を進めた、医療の逼迫も改善が続いていると説明し、今後は感染対策と日常生活の両立に取り組むとの方針を示した。 緊急事態宣言とネン、まあ、防止等重点措置を30日の期限をもって全面解除すると表明した後の質疑応答で、菅首省は医療体制整備とワクチン接種継続、制限の段階的緩和を基本とした新型コロナウイルス対策を進める必要があるとして、次の政権にもしっかり引き継いでほしいと述べた。新型コロナ対策の評価を問われ、効果のあるワクチン接種に的を絞って取り組んできた。 一日百万人の接種目標は、達成できる根拠がないと批判されたが、結果として打ち手に歯科医や臨床検査士も動員し実現したと強調した。